えー、ひろゆきさんが数百年後の人類に向けて現代の教訓概念を伝えるとしたらどんなことわざを残しますかできるだけ基地のことわざと意味がかぶらない現代ならではのものでお願いします。えーもうあのね、ことわざってて大体のことを言われてるんで,すよでこれ確かにそうだなっていうのが残ってるだけで残ってないことわざもいっぱいあるので。 で、多分、あの、いいパターンがあって、あの、今回僕のタイトル、あの、下手の考えやすむに似たりっていうのにしたんですけど、あの、一般的には多分、あの、バカの考えやすむに似たりっていう言い方で結構普及してたりするんですよね。その、あの頭の悪い人が下手に考えるぐらいだったら、あの、なんか、もう賢い人が決めたことに従ってる方がよっぽどマシだよねってなるんですけど、なんか、頭の悪い人ほど、なんか、独自の基準とか、なんか、自分基準でものを考えがちなんですよね。で、あと、歴史学び、愚者は経験に学ぶみたいなのがあって、その、まあ、 頭の悪い人ってあのあこういう失敗があるんだっていうのがあってその他の人の失敗だったりっていうのを見て学ぶんですけどあの人が目の前で失敗したとしても頭の悪い人って自分がやってみないとわからないみたいなのがあってやっちゃったりするんですよっていうのが前提としてあるんですけどあの最近読んだやつでり大雄さんってあの筑波大学で相変わらずあの面白いことをやらかしちゃってる先生がいるんですけどその人が A の,の,あの新クライアントを作ったとかで最近ちょっと話題になったりしたんですけどその人がキタンさんと。あの リモートでちょっっっと話をしたてていうのがあってその登大優さんがあの前に何年か前にいろんな知り合いに質問したやつであの若い頃に感電したことありますかっていう質問でちょっと変わった人は感電してる率が高いっていうのが体感としてあるっていうのがあってでその登大優さんがオードリー・タンさんにもあの感電したことありますって聞いたんですよでオードリーがそのえっと電気を触ると痺れるから危険だとで濡れた指で触ると危険だからやめとけって言われたので分かったじゃあ乾いた指で触るって言って ビリビリってなってうわ痺れるってなったっていうエピソードを紹介したんですけどで、まあ、の Twitter で書いたんですけどあの僕もその 父親の実家があの北海道の牧場で西村牧場っていうところなんですけどそこであの要そのあの柵があるんですけどその牛の柵に電流が流れてるんですよ要はあの牛って本気になったら柵なんて簡単に壊せちゃうので電気を流すことでビビってもう柵に近づかないようにするっていうために電流が流れてるんですけどなのでこの柵って電流が流れてるから触っちゃいけないよって言われたので小学校ながらの僕は触ったんですよであの触った瞬間吹っ飛んだんですけどっていうのでその,あの要は 他の人がやっちゃいいけないよ要は牛ですら触らないっていうものでもやっぱり自分で体験したくなっちゃうんですよ。なのでその頭のおかしな人ってそのやっちゃいけないって言われるとかこれってこうなるよってなったとしても自分でやっぱやりたくなっちゃうんですよ。っていうのでその下手な感が休みにいたりとかその愚者は経験に学ぶっていうんですけどもうバリバリ僕経験に学ぶ派なんですよね。はい、なのでまあ,あの結果としてオードリー・タンさんもあの経験に学ぶ派なんで。な、はい、なのでその一概にに経験に学ばない人 が、バカなのかって言うとそうでもなかったりするの。なかなか難しいんですよね。ただ、あの若い頃にやっぱり好奇心を持ってる人の方がまあ,あの新しいことを学ぶのが早いので、その、えー、と不確定な状況においての判断を間違えづらいっていうのがあると思うんですよね。あの、去年の3月ぐらいに、あの僕がその youtuber の光さんの動画に出て、そのコロナってこういう感じになるよね。みたいな話した動画があるんですけど、今もう200万再生ぐらいされてるのかな？でまあ、今だと結構当然な。こと としてみんな認識してるんですけど、去年の3月ぐらいって日本人はコロナはあんまり普及しないとか、暖かくなったらコロナはなくなるんだとか言ってた人がいたんですよ。であとなんかアビガンとかがあって、なんかあのコロナの治療薬が見つかるんだみたいなこと言ったんですよ僕時点でから治療薬は見つからないし、ワクチンも相当時間がかかるから今年中は無理だよねとか、暖かくなったとしてもそのコロナが収まることはないよねみたいなこと言ってたんですよね。多分その1年前の動画なんですけど、言ってることはそんなに間違ってなかったと思うんですよ。でそれってその確定した事実がない。 ないにそのひ落ちてる情報をある程度拾ってこう正しさを推測するっていうその論理っていうのがある人の方がその新しい分野にに突っ込む時に楽なんですよ。その某あの野菜大好きおじさんとかって、まあ、ちょっともう僕もめたんですけどあのしててその夏になったら要はあったかくなるからそのコロナのウイルスいなくなるんだとかそのコロナってそこまであの怖がる必要ないんだっていうのをずっと言い続けてる人とかあとあの京都大学の先生とかでなんかあの3週間後にコロナなくなるから見ててださいって言って。 その3週間後には日本中で緊急事態宣言になっちゃっておいおいみたいな状態だったとかっていうのでそ,のそこそこ賢い人だったとしても結構その新しいことに関して間違える人っているんですよね、まあ、僕もいいっぱい間違いますよただその要は正解がわからない状態でその落ちてる情報をつまみ食いしてある程度正解にたどり着く類推能力っていうのってやっぱりその好奇心を持っていろいろ調べるのが得意な人好きな人の方が間違えづらいんですよ。 去年だと、BCG を日本人は売ってるから、そのコロナに重症化しないみたいなことを言い出してる、あの池田なんとかさんっていうおじさんとかいたんですよね。でただその、BCG 自体もじゃイランとか、その日本株の BCG も売ってますっていうところだけで、コロナが広まってますっていうところとか、調べると、実は BCG 売ってても、コロナ広がってるとかっていっぱいあるんですよ。なので、調べれば、あ BCG とかって関係ないよねって分かるんですけど、でも去年の段階では、ちゃんと調べ、BCG のおかげなんだ、だからコロナ、日本人は怖がる必要ないんだとか言い出しちゃった すするる人いるんですよさすがに今言ってないと思うんですけど。っていうのがあるのでその。 じゃあ BCG って本当にそうなのじゃあ BCG どの国が売ってるんだろうとか、BCG は日本株とロシア株とフランス株があって、日本株だけが特殊なんだってなんですけど、コロンビアが日本株とロシア株の BCG 両方売ってて、で、日本株売ってる時代の人とロシア株売ってる時代の人で、コロナの利換率あんまり変わんないから別に日本株とかロシア株と関係ないよねみたいなのも調べれば出てくるんですよ。というので、そのなんか興味があったら調べるっていうのをやると、あの、まあ、ある程度、こう正解にたどり着く割合が増えますよって話でした。